どうも、いつもご視聴いただきありがとうございます。ミニチョブです。今回は久しぶりにチューニングパーツご用意してきました。サムネイルにもあるこちらですね。もう取り付けてる方いらっしゃるかもしれませんが、プレミアムアース極みですね。私のツイッターのフォロワーさんでも何人かね、取り付けてる方いらっしゃったんですけど、私も気になったので買ってみました。特にこれからのチューニングされる方、これは必見ではないでしょうか。これはですね、36アルト用になります。前ですね、私がもじゃもじゃくんのアースのチューニングやった時はこれを使ってました。で、今回のプレミアムアース極みの太さ、これこんだけ違います。倍以上太いですね。こうやって立ててもほら、この力ですよ。取り付けしやすいような、硬さになっております。こちらの商品の情報を、読み上げさせていただきます。商品情報。アースチューニングにおいて走りや燃費といった効果を期待する人に新提案。一般的なアーシングとなると、バッテリーマイナスターミナルとアースポイントをつなぐタイプが多いはず。しかし、よく考えてみてください。エンジンを始動させた状態でバッテリーを外すとどうなりますか？詳しい人ならわかるはず。そう、エンジンはストップしません。エンジンが始動した後は、車の電装品の多くはオルタネーターで発電される電力で賄われているからです。オルタネーターのアースはエンジン本体がアースとなっています。ここまで来ると言いたいことはわかるはず。車両の多くの電装品はボディアースされ、車両の金属部分を通り、バッテリーのマイナスとエンジン本体に戻ります。バッテリーのマイナスとボディの本体はつながっています。バッテリーのマイナスにアースを結合させることにより、エンジン本体に効果的につないでやる方が効果的とも言えます。で、ボディとエンジン本体をつなぐことで効果的にアースしようとするのが DIY ライフ藤門さんが提案する新しいアースチューンです。と長くなってしまったんですけども、そちらが商品の説明となっております。取り付け方は簡単で、もともとですね、後で見せるんですけど、あるとエンジンを開けますと、アース、もともとアースされているところがあるんですけども、そこに同じように取り付けをします。まあ、やっていこうか。やっていきましょう。レッツゴー。では、エンジンルームを開けるとですね、ここ。見えますかね、ボディアースされています。そこにこのプレミアムアース極みを取り付けています。まあ感知的にはこういう感じで取り付けます。付属にこの銅のワッシャーが入ってますので、こちらを取り付けに使いますので、サクッとね、取り付けていきます。はい、では取り付けの方はですね、3分ぐらいでできる作業でございました。取り付けはですね、10ミリのものを準備していただいて、回してあげてください。あとエンジンの中とても暑いので、なるべく手袋とかね、エンジン冷えた状態で取り付けを必ず行ってください。じゃあそこイプレッション行ってみましょう。果たしてこの GOAGS に対してどんなね、効果を見せてくれるのか楽しみですが、特にね、
アルト乗りの方必見ではないでしょうか。今マニュアルモードで走った時に感じましたね。で、赤信号なので少々お待ちください。さっきも言ったかもしれないんですけども、この商品は DIY かライフのフジモンさん、YouTuber の方が考案したアースチューン極みとなっております。じゃあ早速行きましょう。なんかもたつきはなくなったかな。で、エンジン音が少し静かになったような気がしますね。で、今ドライブモードで4速から3速に落ちたんですけども、その時にね、ボンって言うんですよ。その時のぎこちなさというのが軽減したと今感じました。2速から走ってみましょう。今マニュアルモードで走ったんですけど、変速がですねスムーズになった気がします。声の表現で言うとボーンボンボーンボンボーンボンボーがボーンボンボーンボンボーでスムーズにね、変速してくれるんですよ。ボーンボンボーがボーンボンボーンな感じです。私の表現で分かりますでしょうか。簡単に言えば変速が速くなったような感じしますね。明らかに。次とドライブモードで行ってみましょう。ドライブモードの方が分かりやすいかもしれないですね。特にエイジレーサーはこのアーシング中分かりやすいと思うのでやってみます。やはり変速ショックが少なくなって、今までだったらボーンボンボーンボンボーンっていうの感じがボーンボンボーンボンボーンってなんかクラッチの操作が速くなったように感じますね。で、今私ド忘れしたい言ってたこと、言い忘れたことがありました。今エアコンつけてました。エアコンつけても感じるということは、エアコン切ったらもっと感じる可能性がありますので、今からエアコンオフにして走っていきます。エアコンオフにします。マニュアルモード4速3速これは面白いな。4速5速
まあ、4速から5速でオートモードで走ってる時も変速ショックがほとんどないですね。今まで感じていたよりも。でこの坂道になると自動で減速してくれるんですよ、このエイジスって。で今5速から4速に入って4速から3速に入っているんですけども、非常にスムーズですね。非常にスムーズやな。ちょっとこの辺で U ターンさせてもいただきます。今もちょっと驚きがあったんですけど、減速するときに今4速、3速、2速、1速と落としたんですけども、変速ショック、いや、やはり少なくなってます。感じる感じないというよりは体感できるレベルですね。これはまあ坂道なので5速からアクセル踏み込んで3速にしたんですけども、非常にスムーズに繋がってます。で、前方が赤信号で今坂道を下っております。ブレーキ踏みます。4速から、落ちないかな。4速から3速、3速から2速、2速から1速。いや、気持ちいいですね。多分これ普段 AGS 乗ってらっしゃる方だったら体感できますね。いきなり乗ったら分かんないと思うんですけど、いつもこの GoAGS アウトに乗ってる方だったら体感できます、きっと。立ち上がり早い。そう、今言おうと思ったんですけど、立ち上がりが早いね。早いねっていう、早いですね。立ち上がりが早い、本当に。マニュアルを運転してる方だったらこの AGS 運転するとなんかもっさり感があるなっていう風に感じる方が多いと思うんですけど、それを感じさせないですね。っていったところで一旦ですね、お部屋の方に戻りたいと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、 DIY ライフの藤本さんが考案したプレミアムアース極みのご紹介と走行インプレッションでございました。よろしかったですね、詳しくは概要欄にいろいろリンク先とかご説明とかしてますので、そちらの方も覗いてみてください。最後にお願いございます、よろしかったら評価とコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ミーチューブでした。またお会いしましょう。バイバイ。